どうも、山山です。ではパート27、撮っていきたいと思います。ゼファーと千歳が、ゼファーとサヤが戦ってたら、千歳が出てきた、っていうところでしたね。さすがに隊長を名前で呼ばないか。なんだ悲しいな。あの日のようにどうか名前で呼んでくれ。ああ、5年前は千歳って千歳隊長って呼んでたのか。それとも呼び捨て。千歳オゴラアマツ、俺の元長官、そしてライブラ最強のエスペラント、戦場を共にかけ背中を預けた相棒がそこで静かに微笑んでいた。久しいな、リュカオ。まさかこうしてお前に再会できるとは夢にも思っていなかった。今私は心からそれを喜ばしいと感じている。言いながら眼帯へ覆われていない琥珀の片目で俺をめでるようにいすくめていた。まるで親愛の情でも抱いているかのような口ぶりで話しかけてくる。そうないもっともが昔のように。対して俺は膝が笑ってまともに立っていられなかった。ああ、だってそうだろう。思いがけないこの再会に戦慄し絶望し、そして千歳、俺は何を言うべきかと迷う。そこで言葉に詰まってしまう。今さら言い繕う資格なんてもう俺には残ってないと分かったから。あの大虐殺でお前も死んだと思っていたよ。ああ、私もお前はそう思った。かつてないほど絶望的で、しかし共に生き延びたとは神様の加護でもあったのかも。とはいえ5年だ。文句の一つは言わせてもらおう。私を置いて別の女を選んだ挙句に身を隠すと、まったくこれでも傷ついたのだぞ。焼けてしまうな。どうしてくれる。5年、ライブラの隊長のことをエファーは知らなかったっていうのはどうなんだろうね。複雑な女心、お前はどう思っているんだ。え？そうだな、言い訳はできねえよ。千歳を倒しミリーを選んだってことなんだもんね。あの日俺は確かにミニーを選んだ。それはすなわち敗北した千歳を置いて逃げ出したことを意味している。二人の余地を天秤にかけて選択し、そしてこいつを切り捨てた。とあがいてもそれは覆せない真実だから、背を向けた俺はこいつに対して言い訳を口にするなど許されない。今生きているからいいじゃないかで、それは到底埋められない溝だろう。その重さ、過去という鎖を分かっているかいないのか。なぜか千歳は楽しげに、悶悶する、反問する俺を見て、低く喉を震わせていた。やれやれ、ひどいな。かつての片腕にこうも振られてしまっては、私の求心力とやらも大したものではないらしい。ご覧の通りお前の後釜には懐かれているのだが、なあサイヤ。千歳の後ろにかばわれるような位置、窮地を救われた後進、サヤという女はそこで、
残機無念をにじませていた。主の問いかけに自らの不甲斐なさを呪いつつ口を開く。すみません、お姉様、むざむざこのような集団を。たまわんさ、こういう言い方も変ではあるが、いい経験になったら、反省するなら学ぶと言え、あんな強さもあるのだと。どうだ、お前の前任者はなかなかに手癖が悪いと思わんか。何せこれで主婦の眼鏡にかなったという変わり種だ。光るものはあるのだよ。そしてお前と組まされた輝かしい青春時代というやつだな。今では全てが懐かしい。青春？バカ言え。全方位に優れた純血種と一芸だけしか持たない雑誌、人生を磨き学ばせるための風変わりな教材として、俺は引き抜かれただけだろう。アマトの血筋として次期天秤の部隊長を担う使命を持つ千歳、こいつに多角的な視点と経験を若いうちから積ませるべく、俺は相方へとあてがわれた。そして向いているからと暗殺ばかりを研ぎ澄ませて、エリートな特務部隊の副隊長、そんな肩書きを手に入れながら安らぎはかけらもなく、幸福さえもすり抜けて、残ったものは首を刈られた死骸の山。血の雨だけしかなかったろうが。かもしれん。しかしそれだけではなかった。少なくとも私にとっては。だから、一歩前に出たとさ、燃えるような覇気ななび、それを俺がずっと見てきた王者の気質、自分が所詮底辺の生まれであると痛感させられた紀州への風格が再び俺の折れた心を圧死にかかった。刻み込まれたトラウマが胸を強くきしませる。もう一度私のものになれ、ゼファー・コールレイン。もう一度って、昔を千歳のものになっていたかどうか怪しいがね。軍に戻るんだ。あの時に叶えられなかった思いを今度こそ我々の手で掴み取るために。ものと言って副官ってことか。それがあまりに眩しくて泣きそうな気分になりながら、俺は思わず目を細めた。畜生、こいつはどうしてあの日からこんなにも変わっていないんだ。どうして俺に恨み事の一つだって言ってくれはしないのか。まあ重い恨み事は言ってないけど、まあ恨み事っちゃ恨み事は言ってるけどね。惨めでたまらなくなる。千歳は今も誰より強く、そして綺麗だ。まあサバサバしてるって感じもするけど、見とれそうなほど強く美しいままだったから、目をそらすことしかもうできない。劣等感の本命を前に苦しさだけが湧き上がる。脱走兵だろ俺は。軍法会議で縛り首だ。する権限はライオラにはあるじゃないですか。心配はいらん。過去の失踪やその他諸々な事件について残らず不毛にしてみせよう。そんなものよりお前が欲しいと言っている。きっとまた逃げ出しちまうぜ。ならば新胆から鍛え直そう。私を見る目がない女にさせるな。破格だな。そうさ、悪い話ではないと思うが。だが断る。悪いどころかにわかには信じがたい提案にめまいすら思えてしまう。暗にベンデッタ絡みのことも変わってみせると告げているため、そこにはやはり止まらない誘惑が含まれていた。ああ、このままだとミリーが危険だもんね。証拠は残してないつもりだったが、やはり調べはついているらしい。そして千歳に知られたとあれば、きっと他にバレるのも時間の問題というわけだ。
それをここで逃げたとしたら、こうして離反者に選択肢を与えるこいつはなんて慈悲深いことなのだろう。無論逆に考えれば、千歳の紫三寸に全てを握られているに等しいものの、こいつはいつも自分の言葉に嘘をつかない奴だった。それだけは今でも強く信じられるけれど、買いかぶりはやめてくれ。そして逡巡することもなく俺は弱音を口にした。俺には無理だ、頼むからもう放っといてくれ。続ける言葉は情けなく、恐怖と自己否定にまみれた。そんなことしか過去の戦友に伝えることができなかったが、偽りない本音がこれだ。まあそういったところで千歳は鍛え直すって思いそうですけどね。俺はお前と違うんだよ、あれだけ傷つき苦しんだよ。けれど見事に復活を遂げた千歳みたいには決してなれない。まだきっと必ずどこかで挫折する。何よりあんな激痛に立ち向かう気概があれば、とっくの昔に軍へ出頭してるはずなんだ。それをしていないのが壊れた証拠。ゼファーコールレインはとっくの昔に終わっている。うなだれて告げた内心は、事故であるため何らこじれず相手と伝わった。見た目は女王を伝統した様子を崩さず、やれやれといった表情を浮かべながら、千歳は特進したかのように一度深く目を閉じた。なるほど、5年前に致命傷を刻まれたのは私だけではないらしい。その自虐はとうに見慣れたお前の癖だが、さらに震度を増しているな。少なくとも今ほど重傷ではなかったぞ。全てはあの日が原因か。安心しろ、さすがに私も瀕死で戦えとは言わん。ゆえにほのかに熱をはらんだ声がつぶやくように紡がれて、では再教育と行こうか。ですよねー。瞬きすら終わらぬ一瞬の後、千歳が俺の眼前に立っていた。手にした蛇腹剣を重々しく鳴らし、そして気絶させる。舐めた。艶やかな唇が惹かれ合うように重なった鞘、そっと、それは柔らかくみずみずしくて貪るように情熱的な思いかけてますね。口づけだからわけがわからない。いやいやいや、一瞬だけ絡んだ下に頭の中は真っ白だけれど、見つめる千歳の瞳は潤みながらもひたすら真摯に澄んでいる。そう、何があっても見捨てないさ。そのためにここまで来たんだ。あのアルバートたちの会話のフラグを見ると、すぐには戻ってこれなさそうな感じも受けたから、一旦捕まるのか。宣戦布告は済ませたぞ。さあ、乙女に恥をかかせるな。ああ、いい笑みだ。混乱する俺を置いて、頬を染めながら千歳は、笑う。鞘は引きつる。笑う。笑う、笑う、笑う。どうもに。それは砂漠に水が染みるかのごとく、表変という速度で笑顔の意味が塗り替わる。いじらしくそっと寄りかかっていた手は獲物をつかむ爪とかし、包み込むような信頼はそのまま繊維へ反転した。そして、まさしく、俺の記憶のままに、彼女は再び戦士と重なった。逃がさない。
逃がさない。あの日からずっとお前の魂は私のものだ。そして脇腹が瞬時に消し飛んでしまいそうな一つを受けながら、俺は不問に歯を食いしばった。一瞬遅れて焼けるような暑さが続きから走る。最大級の警戒を持っていたにもかかわらず、抜刀の瞬間さえ目で捉えることができなかった。気づいた時には貫かれてるなんてもはや冗談にもなりやしない。上に対しいない。それさえ何の効果もない。刻まれる。それもしっかり加減しながら半殺しにして連れ帰る。圧倒的といえ言葉さえ鎮座だというように超高速で繰り出される怒涛の斬撃。切先が消えた途端肉が離れて血が飛び散る。防ぐことさえかなわない。本当にゼファーはこの血と背を倒せたのか。BGM どうした。それは特に成功を用いた類の技ではなかった。単に確立したアレイジを心がゆえ、そして剣術を操る動きが恐ろしいほど巧みなゆえに繰り出される鋭い剣術。つまりは自力で俺のドライブに食らいつき、かつ技量によって上回るという上級一尺料理である。人瀬はドライブに入ってない。アベレージの状態か。ふむ、私の実力は織り込み済みか。忘れていないようで嬉しいよ。覚えているかゼファ、いつも私たちはこうだったな。そんなだったんだ。殺し合ってたのか。殺し合いではないだろう。声が聞こえたと認識したと同時に体中は切り刻まれる。ゼファーが一方的に切り刻まれてたのかな。昔には焼けた鉄棒を押し付けられたような痛みの後で全身から鮮血が舞った。全力なのに後先なんて考えず振り絞っているというのに、動きが速すぎてかろうじてしか認識できない。しかも無駄がかけらもなかった。5年間の歳月がさらに基礎性を押し上げている。繰り返した手合わせよりも互いの差はずっとひどい。走り続けたウサギを前に怠けた亀は叶わないという当たり前の結果があった。おじい様がいてお前がいて、 あの痴漢こそ星だった。ゆえに願うよ。失われて二度と取り戻せない光景だ。しかしお前はそうじゃない。なくしていないものもあった。ならばあとは精進あるのみ。もう一度人狼をはべらせたいのだよ。どう思う。そんな負け犬知らねえな。負け犬つってる時点で知ってるってことだと思うのだが、叫び薄汚れた暗殺者だった過去の自分をと否定する。開口しながら言葉にはどこか熱病めいた高揚を感じて引きずられそうな誘惑があった。水月に
打突をもろに食らい、これまで弾き飛ばされる。一瞬呼吸不能になりかけて意識が宙に飛びかけた。頭は全力で駆動させ、逃げの三段を組み立ててはいるものの、成功する見込みは皆無に等しい。そしては俺を過大評価しているからこそ、決して侮りはしないのだ。それは言い換えてみれば警戒されているということであり、相手の慢心や隙をつくことで、ここまで来た俺に対して組み合わせは絶望的だ。自力どころか哀愁さえとことん悪い。加えて俺はこいつを熟知しており、こいつもまた俺の講じるあらゆる手段を網羅している。不意打ちや騙し打ちの通じる目すらその時点でもう潰れているため、勝ち目がない。私の圧倒はあの時と同じだが、お前も相変わらず健能じゃないか。ほら、まだ諦めてなどいないという目をしている。どうする、リュカオ。さあ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 、ここからいかにひっくり返す。だからない、ないんだよ秘策なんて何一つ。しかし主人公補正というものがある。期待したような声とともに残光が光り、その度俺は敗北へ突き落とされていく。そしてそれさえまだ無類という風に千歳は覇気をほとばしらせた。ではそろそろ同じ土俵に立つとしよう。流れ星ですか。なあ、私を見ろよゼファ。強くなったと見とれるがいい。そう先生よ、天に描いた精神を我らはきらめく流れ星。どんだけ強くなるのかね。その言葉に燃えるような熱を乗せて極大の星が紡がれた。ああ、懐かしき黄金の時代よ。天地を満たした繁栄よ。幸福だったあの日々は二度と戻らぬ残照なのか。これは特殊能力じゃあ技の発動のための炎症かな。お前たちとせの送信に反応する桁違いのアストラル。同時に周囲の大気がざわめくように荒れている。それはまるで異能の奉仕を祝福しているかのこと。常識外れの強心性が高らかに産声を上げ始めた。時は流れて銀、銅、鉄、荒廃していく人の姿、悪へ傾く天秤に私の胸は切なく激しく痛むのだ。人の子よ、なぜ同胞で憎み合う、なぜ同胞で殺し合う。正義の女神は涙を流して剣を取る。鳴動する大気、渦巻く暴風、強烈な気圧変化に伴って空間さえもたわみきしまう。瓦礫が吹き飛び、壁に叩きつけられた金々に叩き散った。人間を軽々と吹き飛ばす風力が、一人の女を中心に螺旋を描いて集い始める。あまつの知恵と。ならばその戸がこの手で裁こう。愛しているゆえ逃さない。炎症がなかなか長いですね。そう、これこそ日本の違うの潜在能力、アストラルビーツの発祥民族であるためか、それとの親和性が先天的に極めて高い化け物だ。そこらの雑種がどうあがこうとたどり着けない生き物。天に選ばれた者が今輝きながら翼を広げる。全方位、六性質、まんべんなく優れているという理想形の星がきらめく。不吉さで天罰の息吹、疾風雷鳴とどろかせ、鋼の宙を何時へください。悪を打て。彼女
こうして全力を振るうのも大虐殺の時以来か。あまりやすやすと死んでくれるなら。死んでいるのと勝手な信頼を危険にしてそっと切先を向け出せたら。でもゼファーもゼファーでもっとさらに痛みを我慢してドライブに入れれば千歳レベルに行くんじゃなかろうかね。耐えるように想像された大暴風が俺を彼方へ吹き飛ばした。一つ二つ三つ四つ風のミキサーに削られながら老朽化した壁をぶち抜いていく。五つ分の部屋を越えてめり込みながらようやく止まった。雷神、かつて日本に存在していた有名な概念、五行においては木器であるとも言われたか。自然災害とは神のもたらす裁きであり、思い上がった人々へ向ける戒めでもあったそうだ。現象の偶像か、お前は何とも雅なことよと、そう評され喜んだ時もあった。覚えていないか。うなずいたら手加減してくれるのかい。まさか。笑顔で放たれたのは織姫に下される暴風の連撃。ドテッパラに直撃し、あばらの粉砕される嫌な音が響く日々。先ほどの雷撃に向けて中をまとめて引かれてやがった。収束させた風の力は天候などというのはあまりに暴虐性をはらんでいて、まるで加速をつけた鉄球を呵責なく打ち込まれたかのようだ。そしてそれに対抗する手段なんてこれからすれば全くない。とりあえず超幸運なことが起こらない限り勝てなさそうだね。動けば暴風の圧に絡め取られ、何キリを突き破れないかといって、遠距離からの攻撃手段も大したものはほとんどなく、仮に接近できたとしても結果はまるで同じこと。とりあえず捕まって
伏せとの章に入るみたい